はい。時刻は14時を回りました。皆様こんにちは。しのあんのお菓子時間のお時間です。今日は2回目の放送になります。先週は、いろいろツイキャスだったりメールだったりいろいろありがとうございました。今週も、いろいろとお話ができればなと思って番組を進めさせていただきたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから直接見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。スマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオで聞いてください。この番組は菓子工房しのあん小さなジャム屋さんの提供でお送りします。それではここで1曲お聴きください。なんだ。甘い時間になるかな。
せるよ。何かな、何が必要、まず ジュジュの曲、あ、じゃあ全部曲でしょ、うん、いいよ、はい、探すから。な、何ジュジュの何かわかりますか。あ、何でもいい、何でもいい。クリスマスとかやめて。何でもいい。これも。曲探してた。なかったのね。ジュジュの曲だけどね。対応できる。あ、あるやし。すごい。お、よかった。ちょっとね、調子悪いんですよ。この前から。そうなんこの iTunes 自体が。パソコンとかじゃなくて。そうなんですね。本体が。大変です。いや、ありがとうございます。いいね。CM 入ります。 CM、 はい。大丈夫ですか？すごい、いい感じ。あ、山本さん。山本さん。始まります。はい、今日はですね、まず最初にお菓子工房、私シノアンなので、お菓子のお話をちょっとしてみたいなと思っております。はい、今日は6月の9日、まあロックの日なんて呼ばれ方もしますね。はい、はい、で実は私の次男のお誕生日なんです。おめでとうございます。今日ですか？はい、今日なんです。はい、ありがとうございます。はい、6歳になりました。ありがとうございます。じゃあケーキは手作りですか？そうしたいところなんですけど、はい、ちょっと朝からバタバタしてまして、作る時間がないから、でもしかも今日は家族誰もいないっていう感じなので、ちょっと寂しいんですけれどもね。まあ、生まれた時にですね、なんかお友達からなんかさすが篠さんロックの日に生まれるって音楽の先生らしいねって言われたことをすごい思い出します。別にそれ狙って産んだわけじゃないんですけど、ね、たまたまね、もうあのちょっとまあいろいろ次男を産む時にいろいろトラブルがありまして、入院もしたりもしたので、はい、で結局まあもうこの日じゃないと危ないよみたいな感じで、まあ、6月9日っていう感じだったんですけど、まあえらい死にそうな思いをして、まあ、だからもう毎回毎年毎年この年その日になるとですね、あの日大変だったなって思い出す、まあ、そんな日でもありますよね。、はい、まあ、子供が生まれた日はいろいろお母さんにとっていろんなエピソードがある、そういう思い出す日でもあるのかなって思いますね。ね、まあ、6歳になりましてですね、もう早い、なんか長男に比べると早いな、大きくなったなって、もう本当につくづく感じます。う
長男お兄ちゃんとはですね11歳離れているので。11歳、はい、じゃあ今長男は高校2年生ですね。あ、大きい。もうだからどちらも一人っ子みたいな育ち方なんですけれども、まあでもそれでも、まあ、年が離れてもいますけれども、なんか兄弟っていいなって思います。私が一人っ子一人娘なもんですから、はい、なんか小さい頃は一人っ子っていうそういう境遇に何の悩みも全然感じなかったんですけれども、うんうん、はい、なんかもう大きくなるにつれてなんか兄弟がいなくて結構不便だなとか寂しいなって思う機会が多くなってきました、うん、まあ大人になるとですねいろいろまあ現実的に、まあ、向き合っていく問題とかも出てきますからね、うん、まあいろいろありますけどあらあらちょっとおかしな話からちょっとそれてしまいましたので元に戻します、はい、うん、でまあ次男のお誕生日というのにちなんでですね、はい、バースデーケーキのお話をしてみようかと思います、はい、うん、バースデーケーキっていう、まあお子さんだったり親御さんだったりお友達だったりっていう、まあ、お祝いって、うんうん、されると思うんですけれども、はい、まあ、いつどこでこういう習慣みたいなことが生まれたのかなってちょっと調べてみました。はい、うん、でバースデーケーキで祝う風習っていうのは、うんうん、なんかねギリシャの神様の誕生を祝うのに捧げられた食べ物から始まったと言われていますね。あ、ケーキを差し出したんですね、うん、ただですねそれが、うん、食べ物ってなっているので多分その時代はケーキっていう概念じゃなかったんじゃないかなって思いますね、まあ、どんな食べ物だったのかなってすごくちょっと興味の湧く部分ではあるんですけれども、はい、うんうん、でそれが中世ヨーロッパの時代になって、まあ、人々の誕生の際にもケーキっていうのが作られるようになったんだそうです、うんうん、であとケーキにろうそく立てますよね、うん、そのなんかおい、うん、と年の数だけとかってやるんですけど、そのろうそく立てるっていうのもそのギリシャ神話に登場するアルテミスという神様と関わりがあるんだそうです、うん、アルテミスという神様はですね、うん、なんか月と狩猟の神様、まあ、女神様らしくて、うんうん、はい、まあ、彼女の誕生日に食べ物を捧げるときにその女神のシンボルである月の光をろうそくにして飾ったことが今に伝わっているんだそうです、はい、うん、なんかちょっと神秘的な感じしますね。いいですね、うんうん、で現在のような形のバースデーパーティーになってきたっていう感じなんですけど、まあ、13世紀頃そのなんかドイツで始まったキンダーフェステが起源にあると言われています。キンダーフェステって何ですか、うん、多分ねキンダーっていうから多分子供のためのなんかお祝い事になるのかな、わかんないんですけど、うん、で誕生日の朝にですね子供が目覚めて、はい、うん、なんか年齢分のろうそくと加えてもう一本なんか命の灯火としてケーキに飾って火をつけて子供が願い事をして火を吹き消した、そういう習わしだったんだそうですね。うん、なんか命の灯火ってなんかちょっとふーんってどういうことかしらって思うんですけど、重いですね、なんか重たいです ね、お誕生日なのにそういう重たいなんかテーマがあるのみたいなちょっとそんな感じもあるんですけど、まあいろいろ諸説あるようですけれども、うん、まあ私が持ってるその資料とかはねそんな風な由来が書かれていました。うん、うん、いいですね。なんか誕生ケーキで思い出ありますか、ね、誕生日ケーキですか。私はそうね、あんまり小さい時なんか今の子供たちのような感じでわーっていうお祝いっていうのはあんまりしなかった、で親戚で集まったっていうこともなかったし、なんかやったかなっていう、なんかやってもらったかもしれないんだけど、うん、あんまりなんかね
ない記憶に。うん、最近はねあれですよね、この子供の誕生日とかは、うん、キッズランドってあるじゃないですか、はい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 、とかで貸し切ってやったりもやったりとかね、すごいですよ ね、 あのもう本当にお子さんのためにその親御さんがもう場所を借り切ったりとか、うん、あとなんだろう、このお家をなんかこう開放してお友達呼んでとかっていうね、うん、お誕生日会っていうのもねやったりします ね、 すごいですよね。なんか私の時そういうのが、私の時っていうか私はねそういう経験がないので、うん、なんかあの長男が小学校の時に初めてお呼ばれしたお家がもう本当にあの小さなあのお部屋なのにもう全部開放しきって、なんか子どもたち20人ぐらい呼んで集まった、うん、集まってその子のお誕生日祝いをしたっていうことがあって、うん、でそのお母さん大変だろうなと思ってお手伝いに行ったりとかしてたんですけど、うん、なんかそういううわーっていうような大勢でのパーティーっていうのもね結構やられたりしますから、うん、今のお母さんたちってすごいなって思いますね。すごいですよね、うん、うちの親やらなかったし仕事してたからっていうのもあるんですけどね。ケーキもだから手作りで作ってる人も結構いますもんね。いますね、はい、うん、なんかもうちょっとなんか 見た目不細工なんだけどって言いながらこうお出しするんですけど、いやいやいや、もう手作りはもう愛情がこもってても美味しいよって思います、うん、いいですよね、ね、はい、もうなんかね、いずれにしてもですね、お誕生日にケーキがあって、うん、まあ、ろうそくを灯してお誕生日を迎えられた、そう、まあ、みんなでお祝いする、まあ、幸せなひとときではございませんですか。はい、うん、なんかいいですよね、はい、そういう思い出っていうのを子どもたちの中にもね、うん、どんどんあの持たせてあげると一番いいかなと思いますし、うん、まあ、その子が大きくなるとまたその子のまた子どもさんにも同じような感じであったかい気持ちでお祝いしてあげるっていうことが、まあ、ずっと続くっていう、そういうのもいいかなと思います、うん、いいですよね、うん、でですね、ところであの丸型のケーキのサイズってあるじゃないですか、はい、あれってあの号、何号っていう、うんうん、ああいうので表記されてることが多い。多いですね、5号、6号とか、うん、ですね、うんうん、大きさ分かります？だいたい一人用が、うん、あ、じゃあ3人用ぐらいが5号ぐらいですか。あ、結構大きいかも、3人用だとあ、嘘はい、あの、まあ、別にあの決まりはないんですけれども、うんうん、ああいうそのデコレーションケーキとかバースデーケーキを注文するときに、うん、あの何号サイズが良いですかとかってケーキ屋さんからね聞かれることが多いかと思います。はい、うん、一般的なケーキの大きさはだいたいケーキ屋さんに並んでるのもそうなんですけれども、だいたい5号サイズ、 6号のサイズが主流かもしれません、うん、3号とかないですよね、あんまり見たことないですけど。そうですね、で、その3号ってなると、うん、3、6、9なので多分ね直径がね9センチあんまりない。ちっちゃいですねあんまりないかも。コンビニとかに売ってるやつは結構でもちっちゃめのやつあるじゃないですか。そうですね、多分コンビニさんだとだいたいそれぐらいのサイズぐらいなんじゃないかな、うん、もでもちょっと違うのかな、うん。でちなみに、まあ、そのケーキ屋さんでよく売られてる主流のサイズとしての5号っていうのはだいたい直径が15センチ、あ、うん、で6号は18センチ。だいたい何人用とか決まってるんですよね。決まってるわけではないんですけど、だいたいそのカットする大きさを見て私たちはご提案するんですけれども、はい、だいたい5号サイズはね5、6人ぐらいで、5、6人の人数だったらだいたい5号サイズで間に合いますよって言いますね、うんうん、で6号だと18センチなので、はい、あのカット8カットしちゃうと結構カットの結構大きいんですよ、うん、なのでだいたい10名から12名ぐらいだったら6号でも十分いけるかなっていう大きさになります。ただまあ私みたいに食いしん坊はね足りないんですけどそうそうそう、なので号っていうのはケーキの大きさを表していて、うん、数字が大きくなるにつれてケーキが大きくなっていきます。なのでまああんまりないんですけど1号は直径3センチ、うんうん、直径3センチ、そう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 、
ちっちゃいですね。ちっちゃいんですよ、うんうん、あんまりないです。あんまりっていうかほぼ見かけないと思うんですけど、うん、で3センチ刻みで、まあ、号数が増えていくって覚えていただければ、ああ分かりやすいですね。そうですね。なので、だから5号だったら3、5、15で、あ15センチなんだなみたいな感じで、うんうん、まあ、大きさが大体分かるかなって思います。だからお祝いする人数によって大きさを決めるっていうのもありかなって思いますね、うんうん、いいですね。はい、まあ、そうそう。でもうちょっと大きくなってくると7号とか、うんうん、7号だと、まあ、21センチ結構大きいです、うん、であとは、まあ、今丸型のサイズで言ってるんですけど、四角のねタイプのバースデーケーキっていうのも最近ね出回ってますし、うん、ありますね。ウェディングっぽい感じで派手にこの飾り付けとかもできますし、うん、ハートもありますよね。ありますね。はい、もう本当に夢のあるようなケーキがいっぱい、ね、出てきてますね。いいですよね。沖縄って、うん、あのジャーマンケーキってあるじゃないですか、はいはい、あれ私知らなくて、はい、沖縄なんですけど、うん、本当私、うん、ジャーマンね大好きだったの。そう、あのココナッツのシャリシャリっていうのが上に乗っかってて、うんうん、あの側面がなんか多分チョコクリームとかなんかあんな感じなんですけど、うんうんうん、今なんか黒糖とかいろいろありますよね。そうですね、ありますね。すごいね大好きで、一時あればっかりをその自分の、うん、あんまり作らないけどあればっかりを、うん、なんていうの、うん、買ってた。誕生日でもないけど、うん、ホール買って、ホールで買ってた。うん、でも今ねあんまりホール見かけなくなっちゃって。あ、そうなんですか。うん、あんまりないんじゃないか。昔はあの大手の大きなケーキ屋さんに主流であったんで。向こうですよね。ん、あの J かな、うん、違う、あっちじゃなくて ローズのあ、ホワイトローズそのまんまやんけみたいなそうそう、そこのお菓子屋さんが結構一時期バーッと売ってたんですけど、はい、最近はなんかそこまでなんか出てこない、うん、なんかカットで売ったりとかしてるんですけどね。あ、じゃあ私が行くケーキ屋さんでは、うん、このなんか予約したらホールで本当ですかやってくれるって言ってたんですけど、うん、まだ食べたことなくて。あ、本当ですか。うん、うん、大好きなんです。あのもうジャリッとした感じ、結構ねココナッツみんな嫌とか言うんですけど、ココナッツ美味しいですよね。美味しいです。チョコレートに入れたりね、うん、私は大好きなんですけどね、はい、あコメントが来てます、はい、あらヒデさんから、はい、一人でワンホール食べ尽くしたい、一号なら許されるな、きっと。一号、え、一号なんてペロじゃない。まあ一号3センチだからすぐ食べれる。カップケーキみたいな、ね、カップケーキみたいな感じだからね。うん、はい、前の会社でクリスマスケーキ、直径26センチ以上。あ、多分ね、会社さんだと大きいのがあの注文されたりとかするんですね。いいですね、毎年クリスマスケーキ。うん、いいですね。うん、そしてヒデさんからまた、ヒデさん、ジャーマンケーキ、どんなんじゃろう。どうだろうね、沖縄の人だと割と分かる人多いかと思うんですけどね。あ、見たことないかな。うーん、ちょっとなんか画像を調べてみましょうかねこれなんか食べてみないと多分分からないんでしょうね。そう、食べてみないと分かんないかも。想像ができない。うん、なんかチョコレート、ココア生地のスポンジの間にそのチョコクリームを挟んでいって、上にそのココナッツをこのなんか塗り固めたような感じなんですけど、うんうん、美味しいんですよ。ヒデさん食べてみて。塗り固めた塗り固めたって言い方おかしいかなあ、広島か。ちょっと画像を調べておきましょうねそう、うん、もういろいろねエピソードがあるかと思うんですけれども、うんうん、なのでまあ今日はまあ、先ほどから言ってますけど、今日はちょっとうちの次男くんね6歳誕生日。ただ本当にあのちょっとまあさっきも言ったんですけど、ちょっと今あのお父さんもお兄ちゃんもちょっと忙しい時期でして、うん、なかなか今こう夕飯時に揃ってご飯食べるっていうのも今やってないので、うんうん、で今日ぐらいはねと思ってるんですけど、ちょっとまあ揃ってバースデー会っていうのはまあちょっと今日は無理できない、まあ、お兄ちゃんにはちょっともう今日はごめんだけど弟誕生日だからさ早く帰ってきてちょうだいって言ったから帰ってきてくれるかなと思うんですが、
まあ今日は本当にあのそうもう家族が揃わないので、まあちょっとちっちゃなロールケーキ作れたら作ってあげたいんですけどね、ちょっとわかんない、ちっちゃくバースデー会しようかなと思ってます、うん、作ってあげた方が絶対喜びますよ、ね、作る時間ありやんか、もう心配でも作れなかったらあのちゃんと開き直って買いに行きますあ、昨日は美味しいケーキ屋さんも多いので、そうなんですね、うん、ぜひ後で教えてください、はい、まあ日曜日にあのちょっと、まあ、おじいちゃんおばあちゃんもあの一緒に揃う時間がありますので、うんうん、まあ、その時にね一緒にバースデー会したいなと思います、うん、1人にワンホールずつ、うーんすごい、ワンホールに直径26センチ、1人に直径26センチ、すごいね、何号ですか、26、3421、3823、9号、9号近くあるんじゃないですか、超でかいですよね、でかくないですか、え、もらってた、え、食べきれたんやんか、あすごいですね、あでもね私もあのこれ長男の時なんですけど、長男お腹にいた時にあのもうその時ってもうなんだろう、食べ物制限かかるじゃないですか、うん、かかりますね、うん、だけどすっごい耐えきれなくって、あの入院中、うん、あの看護師さんたちの目を盗んで、あのちょっとケーキ買ってきてもらって、しかもチーズケーキでっかいやつ買ってきてもらって夕飯終わってお部屋に帰って、一人部屋だったからワンホール食べちゃった、あでも分かる、でもねやっぱりさ、ケーキ食べると次の日大変なことになりましたけどね痛いって、そうか、そう、痛くなる、母乳が出ない出ない、詰まる詰まるみたいな、詰まるんですよね、そう、何キロ太りました、ね、長男の時はね14キロ太った、うん、おお、うん、次男は16キロ太った、すごいですね、すごい、もうすごい、もう体重たい重たい、大変です、16キロはちょっとすごいですね、うん、なんかねすごかった、で長男の時は、うん、なんだっけ、結構すぐ戻ったんですよ体重、うんうんうん、あと 2,3 キロまでは戻ったぐらい、うん、で次男の時も10キロは完璧に落とせたぐらい、うん、落ちるのは早かったんですけど、うん、あの元には戻らなかったかな、なのでね、やっぱりダイエットは必要かな、ね、私も必要ですね私もやろう、いやいやいや大丈夫ですよ私も10キロ太って、うん、母乳で15キロぐらい落ちました多分、ね、母乳ってすごいなってあの時思ったんですよ、ただいくら食べても母乳の時は太らないんですけど、うん、太らない、そう、これが母乳が終わってからも続いてるから食欲が、うん、そうそれで太っていくんですよね多分みんなね、もうね、あの、ね、そうそう、あの摩訶不思議な状態、怖いですね、怖いですね、あそれだけなんかあのちゃんとあ子供に栄養を渡してたんだなって思いました、ね、今もう自分の蓄えになっちゃってしょうがない大変大変そうですよ、もう、はい、ということでまたここで1曲流したいと思います、はい、お願いします、はい、3代目、はい、3代目ジャイソールブラザーズ、ちょっとね私、うん、この曲がちょっとね一時自分の中で流行りだったんですけど、はい、3代目ジャイソールブラザーズの「いにみに前にも」、はい、しごらしいって、いやいやそれはないもう今そこまで食べきれないよ、おひでさんシフォンケーキなら懐かなりますか、シフォンもね、時間一旦終了しますって出た、これ大丈夫ですか、なんか一旦終了しますって出た、これどうしたらいい、で削除、削除、はい、ファイル開始で、この通知するって出るんですよ、通知送信、これが多分30分に1回切れるんですよ、ああそうなんですね、で
かかったね。バブル時代。社員20人さんいる。でもすごいですね。20人に26センチのケーキって言ったら一体いくらぐらいかかってたんやんか。すごいな。でも幸せな話ですね。私は死ぬさん、一回も CM 行きません。一回入れないと。どっちでもいいです。入れます。入れます。何かな。英語が読めない。あの時これ。あ、アニーロン。アニーロン。エーロン。エーロン。まあ、エンヤの曲でいいかな。エンヤで。エンヤの、エンヤさんの曲で何でもみたいな。ANI RON。アニーロン。エーロン。エーロン。わかんない。ひかさん。ね、ひかさん。エーロンって言うと A-I あ、A-N-I A-I-R-O-N エイヤアニーロンあ、なんかわかんないですわかんないわかんないよねエイロンエイロンわかんない永遠の曲も素通りで聴くからなあ。あ、ヒデさん、永遠次かかりますよ。アニロン。アニロン。なんかな。じゃあ、永遠のアニロン。永遠のアニロン。オッケー。ありがとうございます。いいです。じゃあ入ります。はい。うん、はい。では次はジャムのお話をしてみようかなと思います。はい。まあ、私は一応ジャム屋さんでもありますのでね。うん、はい。ジャムのお話ね、やってみようかなと思います、はい。まあ、まあ今日も沖縄はちょっと曇り天気ではあるんですけどもね、うん、ちょっと霞がかってて、うん、ただもう昨日もそうでしたけど、ものすごい暑くなかったですか。暑かったですね。びっくりするぐらいの暑さで、うん、なんかちょっとへたばりそうな太陽だったんですけど、はい、なんかもう梅雨明け間近、うん、なのかな。そろそろね、暑くてもうムシムシしてて、でももう体重々な感じしませんか。しますね、うん。それなんかですね、体に湿気がこもってて、うん、で水分がうまく出し切れずにむくみがちになる時期でもあるわけです。すごいむくみますよね、うん。なんかわけわからんところとかがなんか重たとか、うんうん、何もしてないのになんか足むくみますよね。むくみますよね、うん。もう私もなんかね、あんまりむくみ知らずの人だったんですけど、うん、なんかね、どんどんなんか水分出し切れない感じが
してます。あと汗かくことがあんまりないんですよね、うん、あそれもあるかも。もうなんか暑いと思ったらエアコンの中に入るから ね、うわあっちあっちみたいな、そうそうそう、涼しいっていうところ行っちゃうんで、うん、それもまずいんですけど、はい、で、うん、シノアンのですねジャムの中で定番になっていてかつ人気の高いジャムが一つあります。はい、でそれがグレープフルーツを使ったジャムなんです。グレープフルーツ、うん、これ何に合うんですか。グレープフルーツ今日持ってきたよ。じゃーん、すごい。これ後でスタッフさん食べてねってあげるんで置いとくんですけど、はい、すごい。でグレープフルーツね、ご存知と思いますけれども、はい、すごく水分たくさんありまして、うんうん、まあ、少し苦味もあるフルーツですよね、うんうん、グレープフルーツの名前の由来なんかね、これ本当かわかんないんですけど調べてへーって思ったのがなんかね、果実の実った姿がブドウに似ていることに由来してこの名がついたんだそうです。なんかね、ブドウに似ているからグレープ、ブドウですもんね。そうらしいですよ、うんうん、でまあ、グレープフルーツって、まあ、お店でもね、よく見かけますけれども、うん、大部分は輸入物です、うんうん、国産のものも あるんですけれども、なんか流通的にはちょっと少ないかなって思います、うん、オーストラリアとかが多そうなイメージが。オーストラリアとかですね、アフリカとか、うん、うん、アメリカもそうですね。もう大体もうどうしても輸入の大きいものが出回ってますけれどもね、うんうん、でグレープフルーツの果実なんですけれども、実はね、私薬膳のアドバイザーの資格を持ってるからちょこっとだけ言うんですけど、はい、アドバイザー持ってるからといってたくさんの知識持ってるわけではなくてもう本当に勉強しただけ、うん、だけどちょっと話しないとねと思って今やってますけど、はい。ね、グレープフルーツって人間の気、やる気とか元気とか、うん、まあ、そういったのをね巡らせる作用があると言われています、うん、いわゆる血を巡らせる、血流を良くするっていう作用もしかりなんですね、うんうんうん、なのでまたグレープフルーツのもう一つの効能っていうのが体のね余分な熱とか水分を外に出す効能、外に出すっていうことがあって、うん、なのでむくみの改善にいいって言われてます。あ、うん、いわゆる利尿作用っていうのもあるので、うんうん、余計な水分をね中から出し切ってあげるっていうことがあるんですね、うん、今の時期は特にもう梅雨なので、まあ沖縄もうそろそろ梅雨明けますけど、やっぱり周り海で囲まれてる島国なので、うん、どうしても湿気って年から年中こもってる地域なんですね、うんうん、なのでその湿気を出し切れずに余分な水分が体に溜まって重々な感じがあるかと思うんですけれども、うん、グレープフルーツの力を借りて上手に水分を外に出して軽くしてあげると良いかもしれません、うんうんうん、ただ食べ過ぎはダメですよ、体冷やしちゃいます。あ、そっか、フルーツはね、体を冷やしますね。そう、体冷やしちゃいますのでね、うん、そうそうそう、やっぱり食べ過ぎっていうのは良くないです、うん、であと先ほども言ったんですけど、グレープフルーツ血を巡らせる、血流を良くするっていう作用があるので、うん、ですね、これ病院から食べないでって言われてる方もいると思います、うん、うちの母もそうなんですけど、うん、血をサラサラにするお薬を常用している方はグレープフルーツアウトです。そっか、うん、お医者さんから止められてることもありますね、うん、うん、だからすごく好きでたまらないんだけどっていう方も、もしそういうお薬とかお医者さんに止められてるって方はもう、うん、ぜひ食べちゃいけないっていうことがあると思うので選んでほしいなって思うんですけど、うんうんうん、でまたその冷やしすぎないように何を組み合わせるかってなったら、はい、手っ取り早く紅茶、紅茶、うん、紅茶はね体を温めて冷えすぎを抑制します、はい、うん、なので、うん、こうでまた紅茶の茶葉っていうのは発酵させているので、はい、体を温める作用が
効果抜群なんですよ。そうで精神を、まあ、安定させてリラックスの効果もあるので、うん、でまた紅茶って一時よく流行ったんですけど、はい、まあ、高い殺菌作用もあるので風邪予防にも良いです。やりますよね、うん、紅茶でうがいするのもおすすめです。私やってます冬、うん、本当ですか、うん、紅茶はね一番いいと思います、うんうん、なんか保育園でもやらせたりしてるみたいで。ああそうなんですね、うんうん、だからお茶とか、まあ、紅茶、うん、ね煮出し、まあ、わざわざ煮出すのもちょっと面倒ではあるんですけど、うんうん、まあ、煮出して冷まして、まあ、それをうがいとして使ってもいいかなって思いますね、うん、まあ、でも本当に、殺菌効果がすごく高いので紅茶っておすすめです。でその2つを組み合わせてグレープフルーツと紅茶のジャムっていうのが定番で入ってます。うーん、美味しいよ。グレープフルーツと紅茶のジャム、紅茶のジャム見えます？紅茶の茶葉が入ってます。あすごい、これ、うん、これ何が、ん、あ、パンこれね、パンよりも結構ね、やっぱりグレープフルーツならではの苦味とか甘酸っぱさっていうのもあるので、はい、うんうん、どちらかというとヨーグルトとか、 あとね、私の友達、私のそうそうそう、お友達だったりいとこもそうだったんですけど、うん、サラダのドレッシングに使ったりしてるって言ってます。これお湯入れて飲んでも、うん、で紅茶だしグレープフルーツだから美味しいです。そうそう美味しいし、サイダー割りしてもサワーにしても美味しいです。美味しそう、美味しいよ。一瓶なくなるからそっか、なくなりますね。なくなります、そうなんです。なんかコメントが来てるんですけど、はいはいはい、銀のトロンボンさんから、あ、昔母親が元気な頃、はい、家で作っていたパイン、うんうん、出荷できないもので、うん、パインジャムを作っていたな、美味しかった。そして小麦粉を使って蒸しパン作り、それにつけて食べてました。いいですね、あ、超贅沢じゃないですか。パインね、パインの蒸しパンと、蒸しパン食べてみたい。手作りのパインジャム贅沢、ね、パインジャム美味しいよ。パイナップル、もうパイナップルね、うん、沖縄多いじゃないですか。沖縄そう、今からね季節だから、うん、そう。でパイナップルのケーキって見たことないですよね。ないですね。そうね。でも私はさっき言ったバースデーケーキとかあるじゃないですか、うん、ショートケーキ、うん、いちごがなくなったらパン入れたりします。美味しい、美味しいよ。パイン、パインのショートケーキ美味しいよとか言って、パインと生クリームの想像ができないです、うんうん、見た目ね、赤くなくって黄色なのでちょっとなんか、どっちか華やかさっていう感じではないんですけど、アメリカのケーキみたいな、そんな感じ。美味しい美味しい、うん、うん、パインとかね、桃とかも入れます。あ、桃はいいですね。そうそう、でパインもできれば缶詰じゃなくってフレッシュのものを入れたりして、うん、美味しいです。いいですね。そうなんです。このジャムってどうやったらこの篠さんのところで買えるんですか。今県外の方も結構コメント来てるので。そうですね、ですね、私のブログに、ジャムの在庫状況っていつもリンク貼ってるんで、うん、そこから注文ができるようなサイトも貼り付けてあるんで、うん、そちらから直接お申し込みいただくのが一番手っ取り早いかなと思います。シノアンで検索する、シノアンで検索したら出ますね。シノアンってこの歌、あ、シってね、ゴンベンに寺、ポエムのシとにのは乃木坂のの、乃木坂のので、アンはいおりのアンですね、うんうん、で検索したら出てきますね。このジャムの在庫状況っていうのがあるんですね、はい、出て貼り付けられてますんで、はい、ぜひご覧になってください、はい、見てみましょう。でここでまた1曲、はい、はい、お願いします。エンヤ、はい、エンヤさんのアニロン、アニロンアニロンかな、かな、お願いします。はい、アニロンかな、かな、ちょうどぐらいじゃないですか。ちょうどな感じですね。おお、喋ってる、今日は喋ってる感じする2回目、なんか私も最初やった時
全然わからなかった一回ね、ほっつって終わりましたね。そんな感じよ、もうカメラもあるから、なんか緊張するんですよ、うん、そうですね、どっかで見られてるやんかみたいな見ました ?YouTube 選手の見ました。どんなでした？でもあれ多分ラジオで放送されてるのと、うんうん、やっぱり動画で見るの全然違うから、うん、この CD 作ってから渡しますね。お願いします。じゃあ先渡しとく、みんなで食べて。ありがとうございます。味見してみてください、超すごい、うん、匂い嗅いでいいですか？あ、なんかコメントが来てた、これ後で紹介します、はい。沖縄、そう、もう沖縄梅雨明け間近です。暑いっしょ、とか言ってうわ、超いい匂い、ほんとやばい、結構美味しいよ、とか言ってえ、これってほんとこれしか入ってないんですか？うん、これしか入ってない。すごい、すごい、すごい。吉野さん、ここが残り時間なので、はい、見ながら喋って。はい、わかりました。何10分で喋れるかな、巻きで。じゃあこれ途中で巻きでいきますかね。あ、これじゃあ BGM で喋りますか。どう、 あと9分、うん、で、5秒前にもう声が入らなくなるんですよ、うんうんうん、なので今これ BGM で話しましょう。はい、わかりました。お届けしている曲は、うん、英野のアミロンです。あ、これ今言う。はい、お届けしている曲は円谷のアニーローンっていう曲ですね。ですね、私の教室ではお菓子とかジャムの主食のお供に紅茶もお出ししてます、うん、まあ、夏でもあったかい紅茶なんですけどね、教室内がエアコンガンガンに効かせてるんでちょうどいいぐらいなんですけど、はい、で、せっかくなので今日はお茶もちょっと紹介してみようかなと思って、うんうん、持ってきてますけど、ごちゃごちゃすいませんね。お気に入りいろいろありまして、今日ご紹介するのがですね、ちょっとお取り寄せなんですけど、TWG というメーカーの紅茶で、うん、ハッピーバースデーティー、まあ、今日にちなんでるわけじゃないんだけど、あるの、ちゃんとこれが、カンカンすごい素敵でしょ。これ茶葉ですか？茶葉です、茶葉なんです。開けてみますね、うん、外国のメーカーなんですけど、開けてみていいよでね、原産はスリランカ、お茶の名産地なんですけどね。そうそう、ブルーベリー、そう、うん、これね、ストロベリーなんだって香りが、すごい、うん、ね、ストロベリーの香り結構ふわってすぐくるんだけど、お茶ではね、すごいすっきりして美味しいんですよ。すごい、すごいでしょ。今すっごい一番のお気に入りなんですよ。すごい、教室にね、以前来てくださった方がお土産に持ってきてくださってありがとうございます。で、それ以来すごいお気に入りで、まあ、ただ沖縄ではお取り扱いがないので、私はちょっとお取り寄せしてるんですけれども、シンガポールとか台湾とかはこの TWG さんのなんか専門店があるみたいなので、うん、でまたなんかその TWG さんならではのアフタヌーンティーっていうのもやってるという話で行ってみたいなって思うんですけどね、うん、お茶のやっぱりお茶の名産地の国っていうのはやっぱお茶もすごく美味しいと思います、何でも、うんうん。で、私はまあこれもそうなんですけど、フレーバーティーがすごく大好きで、まあ、もちろんいろんなシンプルなね、紅茶も好きなんですけど、でただネットで見て、わー美味しそうって飛びついて買ったら香りが強すぎて飲めないっていう残念な失敗もたくさんしてますが、うん、まあ好みのフレーバーティーがあればまあ幸せいっぱいになります、はい、うん、ちょっと時間あるのかな、大丈夫？大丈夫ですよね、じゃあ、うん、お菓子屋さんのご紹介もちょっとしてみたいなと思います、はい、うんうん、私は首里の方に住んでいますので、うんうん、ただいろんなお菓子屋さん最近増えてまして、うん、いろんな情報はたくさん聞いたりするんですけど、あまりその巡ってまで行ってなくって、うんうん、ちょっと情報が少ないんですが、首里で近場で一番愛用しているお菓子屋さん
デザートラボショコラさんです、はい、うん、これ結構有名かも。有名です、めっちゃ美味しい、うんうん、首里のね金城町にあるんですけれども、うん、まあ、結構知ってる方多いかなと思います。目の前に金城ダム公園が見下ろせて、すっごいのんびりとした景観なんですけれども、うん、道路沿いではあるんですけれどもね、すごく店内も広くって、うん、テラス席もあって、ケーキとお茶楽しめます。ここ最高、チョコレートが本当に美味しいですね。あー、なんかね、そうそう、私もね、チョコレートもそうなんですけど、シュークリームめっちゃ美味しい、プリンも美味しいんだけど、そうで、うちの長男は私の作ったシュークリーム食べないの。ショコラのシュークリームあだけだけ。おー、すごい。そう、なんかね、ショコラのシュークリームが、うん、なんていうの、このなんていうの、このシュークリームの定義みたいな感じになってそう、怖いでしょ、すごい。そうだから、あれを食べているから、うん、例えば他のとこから買ってくると、うん、ちょっと違うとか、うんみたいな、すごいですね。でもショコラ超えないと食べないですね。ショコラ超えたらなんか感動があるっていう感じなのかな。ちょっとね、なんか早いうちから美味しいの食べさせるのちょっと早かったかなとか思うんですけど、まあでもそれぐらい美味しいんですけど、うん、はい。で、すごい、そのデザートラボショコラさんね、うん、オーナーご夫婦、私とっても日頃からお世話になってまして、もう頭が上がらないぐらいなんですけどね、いろんな相談だったり、こういうの仕入れてもらいたいとか、こういうのどうしたらいいのとか、よく相談ね、駆け込み寺みたいな感じなんですけどで、ショコラさんから、今の時期ショコラのおすすめは夏だけパフェなんですって。あ、うん、なんかホームページ見たらね、すんごい食べたいの、もうね、2種類あって、いちごパフェとショコラパフェあります、うんうん。でパフェとドリンクのセットで900円、うん、贅沢なおやつ時間になるかと思います、うん、ただまあパフェだから持ち帰りできないかなと思うんですけどね、うん、で向こうでね、ダム見ながら食べるの最高ですよね、うん、そう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 。だ、ただね、暑いからテラス席きついかなまだまだ大丈夫、まだ大丈夫かな、うん、風がね吹いて涼しかったらまだいけるかないけます、いけます、そうそう。でアイスクリームもショコラさんお手製なので美味しいですよ、うんうん。でソフトクリームありますので、はい、首里にいらした際はぜひショコラさんにもお立ち寄りいただけたらなと思います、うん、はい。でまた父の日がね近いので、うん、父の日限定のケーキもあるようです。父の日ね、うん、あんまりね母の日と比べてやらないんですけど、ちょっとね、イベント的にちょっと、うーん、静かな感じなんですけど、うん、まあぜひお父さんのためにケーキっていうのもありかなと思いますやってみよう、はい、あ、コメントが来てるので読みますね、はい、息子さんの下、いやいや親譲りじゃないんですよ、ヒデさんから。そしてまたヒデさん、はい、パインのジャムなんていうのもあるんですか、うん、ありますよ。早々、あ、そうそうと沖縄は梅雨明け近いんですね、うん、近いです、いいですね。きっと、これなんていうの、カリビアンブルー、カリビアンブルーなんかも似合いそうな季節が合う時期、沖縄行ってみたくなるさ、うん、ぜひぜひ。広島もね多分暑いかと思うんですけど、沖縄はすごい直線的な暑さになるかと思います、うん、私もちょっと広島の暑さは分からないけど、うん、もうすごい暑さ目の前に来てます。はい、本当に暑いんですよね。暑くなりますそう、一応首里の、うん、デザートラボショコラさんね、はい、場所は首里の金城町、うん、4-70-4-1階で、電話番号が 098-885-4531、 10時から20時までの営業になります、うんうん、と毎月1回だけ定休日があるかなと思いますので、はい、調べてぜひ、行ってみてください。美味しいケーキたくさんあります。はい、はい、ということでそろそろお時間が近づいてきましたので、あ、そうですか、はい、はい、今日はいろいろ喋れたかな、どうだろうはい、皆さんたくさんコメントもありがとうございます。はい、本当にありがとうございました、はい、あ、トロンボーンさんから、はい、2回目お疲れ様でした、ありがとうございます、はい、そしてヒデさんからも、はい、広島は
ナギの蒸し暑さがたまりません。うん、ナギなんか日本的な、ナギって何ですか？なんだろう、セミ違うか、うん、違う、なんだろうね、ナギって表現なんだろうね、蒸し暑さ、うん、分からない。本土の方は今から梅雨が本番になるかと思います。ぜひぜひ体にあまり余計な水分をため込まずに上手に梅雨と向き合って、またカラッとした夏を迎えられるように元気な体作りをしていただきたいなと思います。はい、はい、はい、それでは、今週はこの辺でお別れになります。まあ、拙いおしゃべり、皆さんお付き合いいただいてありがとうございました。はい、はい、ではまた来週お会いしましょう。さよなら。すいません、ちょうど行く、あ、こっちのだから残り時間が5秒前に喋り終わればいい。はい、了解です。